丹後島をパトロールするミサト。そこでミサトが出会ったのは修行をするガイガンであった。宿命のライバル、ゴジラとガイガン。かつてゴジラアイランド史上空前の名勝負と謳われた決闘があった。決闘？三田平原で行われたその決闘では、長い長い睨み合いの末、両者とも一勝一敗に終わった。つまり引き分けっちゅうことですわな。だからまたいつかガイガンはゴジラに勝負を申し込んでくるに違いない。そんな決闘だなんて野蛮な。そこには男のロマンがあるんだ。お前は勉強ばかりしていて世間知らずだから、たまには彼氏、いやいや彼氏ぐらい作ったらどうだ。ご心配なく。ご心配なくって誰かいるのか。おい、ミサト。毎度、Gガードスターのナオです。あら、今日は何？この度、Gガードスターでは宅配サービスを始めました。じゃあ、私のラブレターも運んでもらえるの？ミサトさんの彼氏ってどんな人？いたらお父さんに紹介しなさい。うそ。なんだ。小さな荷物から大きな荷物まで迅速丁寧安心便利、世界に広がるネットワークで。何ですって？ゴジラに勝ったことのある怪獣がいると？はい、戦歴データによりますとガイガンがそうです。その怪獣をスカウトしましょう。